意外に捉え方を勘違いされている方が多いんですよね。宅建士相原と申します。この動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。今回は買えるかなと不安な方こそすべき事前相談、理由は〇〇がわかるからについて解説します。今日はアーネットワン花野に参りました。曽谷の物件、広い庭でね、いい価格帯だと思うんです。ぜひねご検討いただければと思います。さあ2024年入って1月も間もなく2月、節分の時期、まあ不動産不況、建て売り売れないなんて言っていますが、私の周辺環境の中ではですね、結構動いてきています。まあ一つは、まあこの株価が非常に最高値をつけていて、まあ株価で儲かったシチュエーションを何か別の資産に移していこう、いやいやこの今売れ行き的にあまり良くない不動産状況、値段がスコーンと適正価格が下がってきた時にわーっと人が動くというのも事実ある。まあ東京とか大きい不動産に関してはね、やっぱり影響あるかもしれないですけど、地方は比較的その影響は少ないという感じが体感的にはしています。そうするとやはり2024年新しい時代、新しい生活、子供も進学していく、さあ自分たちの環境も変わってくる、子供がね外出ちゃって二人暮らしになっちゃった、私と旦那と二人でねなんていう奥さんの方々が不動産家買おうってよしって思うんですけど、パートナー、まあ奥さんが乗り気の場合は旦那さん、旦那さんが乗り気の場合は奥さんがですね、いやいやいやうちは買えないでしょうなんていうケースが非常に多いです。もちろんですね、まあそれぞれのご職業経験、まあパートナーそれぞれが、まあ不動産金融商品等にある程度の認識がある場合に関してはその意見はごもっともだとは思うんですが、意外にご相談をかけてみたら家が買えた方というのが想像以上に多いです。正直言うとね、今この動画を見ているネット社会、インターネットにいろんな情報が、ね、いっぱい、ね、出ております。まあ、僕のね紙砕き解説もいろんな情報をこういう形で、週2回、情報提供していますけど、そういう情報を見ていや我が家はという方もいらっしゃいますけど、当然こういう審査というのは個別具体的なところが大きいです。皆さん自身が思っている以上にハードルが高い、いやいやハードルが低いというケースがある。なぜかというと審査をするのは金融機関です。当然金融機関は正しく返してくれる人にはちゃんと貸してあげたいという部分の判断を各社ごとに持たれています。ちなみに日本の住宅ローンという商品ですね、お金を借りる商品、全国でどのぐらいあるかご存知です皆さん。正解は1000個あります。1000個もある金融商品ですから審査もバラバンバラバンバラバンバラ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 です。例えばいわゆる公務員の方には優遇しますよ、もうそれももっと絞って消防団員だったり警察官だったり、あとは自衛官というのもあったな、そういう形で専門職業の方は優遇しますという方もあります。別の動画の審査の動画の部分でも挙げてはおりますが、例えば労働組合に入っている方、教職員の方、こういう方が優遇される方、トラック運転手の場合優遇されるという方、もちろん地域もあります。分かりやすいところで言うと信用金庫、信用組合というところもやはりそういう地域性、まあ、横浜中華街を、ね、起点にしている金融機関さんはやっぱり、まあ、日本人だけじゃなくて中国籍の方、中国人の方、二世の方に対しても門戸が広いなんていうこともあったりする。当然預貯金の量が多かった、もともと実家がその銀行をメインバンクにしていた、勤めている会社がメインバンクにしているなんていうことになると審査の触れが要するにハードルが上がったり下がったりするわけですね。だから一概に申し込む側自体が決める必要性はありません。さあ今日のサムネイル含めスタートラインも含め何が分かるかということです。皆さんがいやいやいや
あやらさん物件売りたいからそういうこと言ってんでしょ。そんなに世の中甘かないですよ。スイートじゃなくてビターじゃないですか。じゃあそのビターになっているあなたが家が買えない理由は何ですかと、私よくそういう時お伺いします。いやいや収入が少ないし借金も多いし。それどのくらいの額ですか、借金とか。いやいやいっぱいですよ、いっぱい返してない金額もあるしなんて、こういうケースもいろいろあるわけです。おぼろげなんですね。だけど我々不動産に相談したということは家買いたいんですよね。であれば私のような住宅のアドバイザー持ってる人でもいいです、不動産の方でもいいです、まあ人によっては買えないと分かったと同時にですね、急に手のひらぴったんこってひっくり返って、あもうお客さん買えないかくたった、あ向こう出口でございますなんてお客ね、そういう不動産も正直ありますけど、私のように住宅のアドバイザー持ってる人たちは当然その案件を持って金融機関さんに掛け合いをして、いやー仕事を始めて自営でもう始めたんだけどまだ1期目、いやいや確定申告まだだからとかね、いやいやこんなに昔借り入れして返さなかった時期があったからとかね、そういう場合ってあるわけです。で我々住宅のアドバイザーとしてという、また不動産屋として考える分に関しては当然買える人に対しては適切な金利、適切な条件ということを踏まえて説明していきます。今の時代であれば固定がいいのか、それともね10年固定の期間限定固定がいいのか、いや変動がいいのかということも説明しなければいけません。もう一つはその住宅ローンの審査が通らなかった方はどうすれば家が買えるようになるかということを話をするということができるわけです。要はこのお金を借りれなかった理由が分かるということです。その理由を、まあ、いわゆるか、まあ、なくす、要するに軽減する、そうすれば借りれるという形のアドバイスするのが住宅ローンアドバイザーのもう一つの一面だと思っています。例えば勤務年数が少ないから評価が少なかったであれば来年のこの時期もう一回チャレンジしましょうという場合もあります。確定申告の金額数字が甘くてという場合も正直あります。買えないんじゃないんですね、現時点では借りれないということです。だからそれは半年1年かけながら改善していけばいいんです。いやもうブラックでもう黒じゃなくて、相原さん漆黒ですよ、漆黒、もう光もさざないの闇のような状態で私の金融機関はなんていうことも一切いらっしゃいますからね。じゃあそのぐらい漆黒な状態だった金融状況の動向だって、正直言うと主だと税金まで払ってなかったことですから、2年かかりましたけどお金が借りれました。結局そういう部分でじゃあこうすればこうやっていけば家が見えてくる、借り入れが見えてくるということ自体までも説明ができるように私どは説明します。自分でね、あこういう理由で借りれなかったのか、あの金融の借り入れの部分があの部分がダメだったのか、じゃあその借り入れの部分は何年ぐらいで消去できますか、そういうことだって具体的にできてるわけです。であれば家を買うじゃなくて賃貸ということ自体も真剣に考えるわけです。あじゃあもう一回2年間更新して財務状況を改めて家を買おう、まあ、さっきの執行の方なんかまさにそういう言い方したわけですね。だいたい家の更新時期っていうのは家を買いたいというマインドが高まってきますから、じゃあこうです、この件に関しては2年間経ったらこうなります。で2年しっかり経って金融機関さんに事前に話もしていますから、ここら辺こういう感じで改善しましたということの、そういう内容も含めて再度住宅ローンの管理審査、そして本審査、そして決済という形でお金を借りる方も実際いらっしゃいます。何がダメでどうすれば借りれるかということ自体までちゃんと把握していた上で買えませんっていう形であればいいわけです。例えば金額が多すぎたっていうケースだってもう実際あるわけですからね。でちょっと話が余談に横に置いといてにしますけど、島田紳助さんという形が始めた M1 グランプリという漫才の大会があります。あの漫才の大会を始めた趣旨というのが僕は非常に好きで、ずっとダラ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 芸能界そういうところにいてもう諦めて引退しなよという肩を叩く大会が実は M1 なんだよという言い方しました。僕それちょっとね、当然プロマネーションとして芸能界をチコーとかじした部分なので非常によくわかる話です。
いや家は買えるんだけどさ、まあなんとなく今のタイミングじゃないからなんて言って強がっていたり、いやこれがあなたの借金が原因で買えませんなんてね分かっちゃったら神さんに怒られるからなんて思うでしょ。違うんです。それは現状で買えなくてどうすれば買えるか、どうすれば買えるかという部分、 M1 グランプリ出て2回戦で敗退するようだったらもうこれから10年食えないよ。まあ実際1回戦は普通に、漫才としての体裁が届えば2回戦通りますからね。2回戦から本当の笑いを追ってきますって僕の時言われてました。だそういう部分の中を考えた上でも理由がしっかり分かれば次のステップ踏めていくわけですよね。そのためにもいい不動産やいい住宅のアドバイザー、まあ住宅のアドバイザーはパソコンで叩くとね、自分の家の近くのアドバイザーなんかを調べられたりもできるそうなので、そういう人に相談してみるということも重要です。当然ね、40代からの動画、60代からの動画なんかもこういう形で私動画上げてます。あの紙を探せという話もしております。家を買う場合こういう段取りになりますよという動画もあります。いろいろこうセットセットに合わせて細かく説明もしてますんでね、まあ聞きながらこういうねだらだら見ながら、そういう形で自分の家のことも少し考えてみるのもいいと思います。もちろん、まあ、関東圏内ぐらいであればそういうご相談も全部お受けできますので、私の Twitter 現 X ホームページ、あと YouTube のメールなどもありますのでね、ご相談いただければと思います。今は、株式会社コロ、そしてベルホームという2つの会社でお仕事させてもらってますので、ね、ぜひその辺も皆様お声掛けをいただければと思います。というわけで不動産紙砕き解説シリーズは小田原や不動産の難しい事柄事象などを紙砕いて解説します。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。いやね、もうね、時代がどこだって言いながらやっぱり家欲しいって方自体は通年継続的にいるんだなと僕は正直思って、思いにするだけじゃなくて少しずつ動いてみるというのも重要だと思います。やっぱりね、注文住宅建てると言ったら1年以上の時間もかかるしね、そういう部分でも一つずつ歩み出すこと、そのサポートができればなと思っております。宅建士相原祐介でした。